さあということで、では早速お待ちかねのPerfumeとのトークを聞いていただきましょう。こちらですね、すでに実は先週水曜日の夜に収録済みなんですが、これただの水曜の夜ではございません。その日は4月16日最新アルバムゲームの発売日で、まさにそのゲームのオリコンデイリーランキング1位、まあその前日にはね、フラゲと申しまして、フライングゲット、前日には結構店頭で手に入れられる方がいるということで、デイリーランキングが初めて反映する日なんですが、そのオリコンデイリーランキング1位が発表された直後だったということなんですよね。結構これは貴重な場面だと思うんですけどね。ということで、その貴重なリアルタイムの反応がそのまま瞬間パックされた様子をお楽しみください。はい、それでは今夜のスペシャルゲストをお迎えしましょうということで、それではいつものあれで自己紹介お願いします。かしゆかです。のちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。でよろしくお願いします。ということで4月16日にこれ収録してるわけですけど、はい、ね、仕事でお疲れ気味っていう風に思っていて、はい、で聞いてたんだけど、はい、もう疲れすぎておかしなことになってる。疲れてねえよ。全然楽しいです。あー、ということで、そんなに上がっている今日は4月16日といえばですよ。はい。アルバム、キャララランドゲームの、はい、発売日のアルバムか。ポン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 。で、なおかつですよ。やっぱりこう、16日発売となると、はい、今のこう、流通システムの中では、はい、まあ、いわゆるフラゲ、フライングゲットというやつです。はい。フラゲ。すごいよね。すごい言葉で。フラゲみたい。ねえ、昨日、うん、え？何？何みたい？クラゲみたい。クラゲみたいですよ。クラゲみたいなフラゲ。はい。フラゲ日が昨日だったんですよ。15日、はい。だからその熱心なファンの方はもう昨日もうバーッと、お店に行っても、まあ、申し訳ないと、フルも赤坂、はい、ね、ミックス CD か、ゲームか、これどっちを買うかみたいな。同じ日みたいな。同日対決だったんですよ。そうだった。でもこれ、ね、あれこれシングルですか？これはアルバムです。アルバム扱いだ。同じ扱いだ。で、俺、まだこのオリコンのデイリーチャート、その、だから4月15日分のやつっていうのを、はいはい、まだ僕結構知らないですよ。君らは知ってるんですね、もうすでに、ね、知ってます。知ってます。ちょっと言わないで言わないで。はい、今ここに、あの、デイリーチャートがこうね、100位から1位までがあるんですよ。すごい。これで、だからその、申し訳ないところも赤坂のミックス CD と、はい、ゲームの、はい、どちらが勝つか。うわすごい対決。それはちょっといいところ勝負なんじゃないですか。接戦ですね。接戦の恐れありますからね。そうそう。ゆずかゲームか、申し訳ないとかみたいなね。これだからもう、100位まであるけど、これ今、はい、あの、100位から51位までと、50位から1位まで、別の封筒になってるんだけど、はい、まずこっちから100位から50位。100位から51位よ。ねえ、ちょっとじゃあまずバンとこう見てみると、100位から51位は、めっちゃ拡大。カウントダウン！あ、あったぞ！ちょっと待ってくれ。あった！申し訳ないと、フロム赤坂85位だね。イエーイ！イエーじゃないよ！なんで？だって入ってるじゃないですか。キリよ。キリがいいじゃないですか。85位は。5で割れる。85位だよ。おめでとうございます。さあ、じゃあ50位から1位までのチャートを発表です。ドン！ああ1位だー！やったー！やったよかったいい泣き笑い。俺はこの気持ちをどう表したらいいのかね。はい、まあ、まずじゃあそのいいんだよ申し訳ないとのことはまあちょっと置いといても、はい、本当に良かったね。ありがとうございます。いやちょっとまあ予想はしてましたよ正直。いやぶっちゃけないって君だよ、ぶっちゃけ今回いただくっしょぐらいの。そんなことないですよ。そんなことないですか。今回はなんかランキングあんまり気にしてなかったんですよ。そうなんです。なんて崇高な魂の持ち主たち。ほんと気にしてなかったけど、はい、じゃあもうさっき聞いて、はもう一通り泣いて一通りいろいろやってきて帰ったんです。一通り泣いて一通りやった。一通りあることを済ませて楽しんできて。もうさ泣いて泣くわ騒ぐわわめくわ、はい、いやっていうかね君ら正直僕ね今サングラスで目見えないと思うけど、はい、泣いてますよ。だって言葉に詰まってたもんさっき。これ本当に感無量になってるんですよ僕今。今ちょっと本当にひくひくしてるぐらいちょっと僕、あ、それぐらいね、何このさ感動の時間差の
この温度差あれこれで行けばよかったから。あ、じゃあここでパフューム聞いたらもうや、うん、もうラジオになってもうないラジオもうギャーガシャーみたいなね、ドッカーンってなって、いやー本当によかった、うん、でまあ片やね、その何申し訳ないと俺も赤坂この80何位だって言って、うん、これ聞いてる皆さんもね、うん、はあ、申し訳ないと80何位か笑う奴らは、うん、これは今までのパフュームのこの1位に至る、うん、この道のりを舐めてるも同然ですよね。そうですよ、君だって、これは来てんな。ちょっともうこれから先はパフューム俺足引っ張ろうかな。足引っ張る逆どういうことですか。どういうこともういいかなみたいなね。え、そうやって離れてっちゃうんですか。そうやって離れていこうかなと思ってたんですよ、はい、あのずっとね、君らゲストにまあ決まってからというものこの番組で、うん、まあまあはしゃいでたわけバー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 、うん、でほらこの間さ、ちょっとまあ後ほどその話しますけど、はい、とある現場でお会いしてるじゃないですか、はい、僕は。あ、そうですね、ね、まあ、撮影現場でさ、はい、でそこで、まあ、君らのその様子を見てですよ、はい、まあアルバムもねその時聞かせてもらって、まあ、まずそのアルバムの感想言わせてもらえれば、はい、その時も言ったけど、うん、死ぬわ良すぎて嬉しい、良すぎて死ぬよ、褒め言葉ですね。でなおかつやっぱそ君らがほらもう成長著しい上にですよ、あ、この話っていいのか、なんでこの話に言っていいのか、何ですか、気になる気になる、あの肝がらないで聞いてくださいよ、はい、肝がらずに聞いてください。わかりました。まあ、今までほらパフューム応援してるじゃないですか、はい、で、まあ、曲がいいパフォーマンスがいい、うん、で19にもなってさ、はい、俺の中にねちょっと違う盛り上がりがこう出てきっかけちゃってるんだよね。きっかけって何ですか。君らが綺麗になってきてるじゃないですか、どんどん。綺麗に、綺麗な女性に、その今までにないこうちょっとねよからぬね、はい、感情の盛り上がりが出かねないなと思ったよ、もうこのままだと、はい、だから今回ゲスト来てもらって、はい、もうラジオの皆さんに言ってるんですけど、もう別れよう付き合ってたんですか。一番冷静だよね。付き合ってたんですかって言おうかなみたいなぐらいに、はい、もうこれ以上好きになりたくないんですよ。なんですかそれ。なんですかそれって思うかもしれないけど、はい、その今までも好きだったのにこんないいアルバム出されたらそれはさ、パフュームのことばっかり考えちゃうだろうと。あ、いい傾向ですね。と思ってさ、はい、もう別れようって言おうと思ったんだけど、うん、ね、まあ、こうやって来ていただいたのも私やっぱ1位ですから、もう僕も本当にもう今泣きそうになってるんですけど、もうどうでもいいやつだなって思って、橋岡さん。そんなことないです、ね、何でもいいよお前の気持ちはさ、みたいな感じがね。まあ確かにもう今回のアルバムについてこういろいろさ、もう取材もいっぱい受けてるから、はい、俺が今語れることは何かって言ったら、はい、ひどいとこで切れましたね。俺が今語れることとは何かっつったらっていうところでね、この続きは11時よりっていうね、これね、うざいとこで切りましたけど、あとあれですよね、4月16日ゲーム発売で、要するにあのパフュームのお三方はその直前にあのもう1位っていうのを本当はね、この番組の企画的にその場でやろうとしてたんだけど、まあまあしょうがないよ、耳に入っちゃったっぽいんだよやっぱな、んで、わーって騒いでっていう後だったんで、なんか、それで俺ね、半分べそかいてぐらいさ、来んのかなと思ったら、もう、スタジオに来るなりね、ピザ取りましょうよ、ピザつってね。何それっていう。いや、なんかね、ピザ取りましょうよ、腹減ったんで、みたいな、そういう流れから来るぐらいのテンションだったんですけどね。いや、しかしどうですか、皆さん。この前半ね、中身ないでしょ。一つわかるのは、俺がひたすらキモいっていう。それだけはわかるっていうね。あとはまあ、キャッキャキャッキャ楽しすぎだなっていう。これもう、雰囲気ですから。もういいじゃないですか。もうパフュームの皆さんね、あちこちもいろんな番組出てらっしゃるわけですからね。そういう中で、いろんなインタビューとかにもこうやって会えてるけど、この雰囲気が出るのはタマフルだけっていうね。雰囲気勝負っていうね。そういうとこありますからね。言うても俺気持ち悪いな。後半もかなりね、気持ち悪いね。俺のね、また思い込みが。パフュームこの番組タマフル、3回過去出ていただいてるんですけど、回を経るごとに、だんだん、俺がひどくなってるっていうのは、皆さんも、お感じになってるところだと思うんですけどね。11時台、どんな内容かというと、まあ、一言で言うと、シークレットシークレットのシークレットっていうね。シークレットシークレットのシークレットっていうね。そんなに引っ張る話かっていうね。アルバムゲームの誰も語らない裏側についてたっぷり話してるっていうか、まあ、早い話が、まあ、
皆さんなんとなく薄々感づいてらっしゃる僕がPerfumeに関わったある仕事の裏側と、あとはいつもの歌詞の深読みです。で今回はその歌詞の深読みについてはっきりPerfumeと対立っていうね。そこが聞きどころですよね。まあ、歌詞の深読みしてる方はもちろん僕だけじゃなくていろんな方してるんですけど、ラジオネームコブコウスキーさんは、この人ね、本当にPerfumeのブレイク、そしてオリコンチャート1位おめでとうございます。この番組でPerfumeを知り、あ、これ嬉しい。でもうそのキラキラした楽曲、キラキラにキャラに、魅力に虜にされている31歳既婚男です。あまりに誰からなくプッシュしすぎたため妻との仲は険悪になり、ほにゃららレスですだってね、って言うんだけど、でアルバムは以前番組で取り上げてた歌詞に潜む二面性を踏まえながら聞くとすごく毒のある歌詞で、そこもまた虜になってしまう原因です。これはいいんですよ。これは僕も後ほどあの11時代シークレットシークレットのシークレットでいろいろやったりしてますけど、この人言ってるのはね、わかりやすいポップなチョコレートディスコが、バンバンにかかってますが、あれって商業的に計算してるパフューム、それを期待してるメーカーのお偉方という構図の皮肉ですよね。一人で悪意のある方に解釈してほくそ笑んでます。これは考えすぎです。これは明らかに考えすぎですね。なぜかというと、チョコレートディスコは、まだそんなパフューム、商業的に成功してない段階ですから。別にタイアップとか全然ない段階でやってるあれですから。これはコブコウスキーさんの考えすぎというね。人の考えすぎはバッサリ切って捨てるっていうね。私の悪い癖でございます。はい。ということでですね、パフュームについて、いろいろね、11代、また残りの、インタビューも聞いていただきたいわけなんですが、